じたいんだけど、そう信じたいんだけど、今のは完全に基礎の基礎みたいな感じだったね。もう一回バトル学してみてもいい？許して許して、木原先生の授業バトル学でよろしいでしょうか。はい、お願いします。まもなく授業が始まります。指定の教室へ向かってくださいね。はグラウンドなんだよね。あはー、あー、何かあって、何かあって、得点、授業得点が欲しいよ。あー、同じくチャーレムがいるね。今日も元気にバトル学オスやっていくぞみんな、課外授業の宝探しは大好きだろうか。ジムを目指し、脳をかけ、相棒のポケモンと共に走る大冒険が待っているよな。学外で行動していると、大きく光り輝く結晶を見つけることも多いんじゃないか。結晶は地中からにじみ出るテラスタルエネルギーの塊。結晶を調べると、友達など誰かと4人でテラスタルポケモンと戦うことになる。その戦いをテラレイドバトルという。テラレイドバトルで戦うテラスタルポケモンは強敵だ。普通のポケモンと異なる行動をとることがあるので気を抜くなよ。だが、テラレイドバトルではトレーナーも応援という特殊な行動ができるんだ。応援には3種類ある。味方全体の、攻撃と特攻を高めるイケイケドンドン、味方全体の防御と特防を高めるガッチリ防御、そして3つ目は問題にしてみよう。味方全体の体力を回復させる応援は何という名前だろうか。癒しのエール、ドバッと傷薬、爆裂回復波。あ、これ知らない、知らない、ちゃんと知らない、見てなかったし、あんまりテラレイドバトルしてないし、なんだろう、なんだろう、これ、ふざけるんじゃなくてちゃんとわかんない。でも、イケイケどんどんと、ガッチリ防御でしょ。癒しのエールかな。ドバッと傷薬。でも個人的には爆裂回復波であってほしいな。わかんないから、わかんないから好きなの答えよ。爆裂回復波です。爆裂回復波、なかなか香ばしいが、そんな技があったら使ってみたいな。三つ目は癒しのエール。やっぱり違った。体力を回復させ、状態異常も治せる優れものだ。1回のテラレイドバトルで3回まで応援できるぞ。ちなみに応援すると自分のターンを消費するので、ポケモンの技は出せなくなるからな。そして、結論押してダメなら引いてみろ。それでもダメなら応援だ。仲間をサポートすることで開ける道もあるものだぞ。体に体験してもらおうと思ったが、もう時間か。それでは解散だ。おのおのちん元気に過ごしてくれ。あー、終わってしまった、終わってしまった。テラレイドバトルのお話でした。何かいや、でももう一回ぐらい、もう一回ぐらいしたらさ、何か変わると、あー、ないなくなってる、なくなってる、バトル学なくなって授業を思い出すになってる。いやー、ちょっとここでさ、こうレベルがアップしたりだとか、ちょっと何かアイテムをもらえたりだとか、ということをちょっと期待してきたのに。どうしようかな、どうしようかな。生物とか数学とかどうする、どうする。言語学とかでもちょっと気になるよね。家庭科とかさ、家庭科って言ったらピクニックのお話とかになりそうな感じがするな。言語学を2つ授業は受けてもいい、受けてもいい。ただの私の興味として興味として受けさせてください。誠司先生の授業、言語学でよろしいですか。お願いします。授業得点はないかもしれないけれども、ちょっと言語学ってなんだろうっていうのにちょっと興味を惹かれてしまった。まあ、学生の本文はね、勉強だからいいよね。見て見て、後ろ、黒板って言っていいのかな、ボードがさ、雷中、こっち側が雷中で、向こう側がアローラ雷中だー、かわいい、親愛なる生徒のみんな、体はお元気ですか。元気です。誠司先生って呼ばれてるね、さっき。My name is Seiji. My name is Seiji だよー。
私マイネームイズメイです。真面目にレッスン受けてくれてありがとう、センキューなのさーん。あ、ネモさんが、ネモさんが前に座ってる。裏若き少年少女たちと一緒に成人できてハッピーだな。政治は誠実の政治だから、これから仲良しプリーズ。ははは、今のは言語ジョーク。へえ。そうそう、わしのレッスンは言語学、言葉についてのお勉強なんだよな。おはよう、こんにちは、なんて挨拶の言葉も心変われば Good morning, hello になるんだね。いくつかの言葉を合体させたおはこんハロちゃん。違うかな。発音違うかもしれないけれども、おはこんハロちゃんっていう挨拶する動画配信者もいるんだって。世界にはいっぱいの国があって、国ごとにいっぱいの言葉があります。グラシアス、メルシー、シェイシェイ、ダンケシェーン、センキュー。これ全部同じ意味わかるかな。センキューがあるからありがとうだよね。これはわかるよ、わかるよ。英語が苦手な私でもわかるよ。ありがとう。お主の名前はメイ。すごいね、超ベリベリ大正解さ。発言しようとする姿勢もいいね。グラシアス、メルシー、シェイシェイ、これ全部ありがとうってことは、サンキューは大ヒントだったわな。言葉の長さも響きも全然違って受けるよね。突然ですが、政治のワンポイントアドバイス。なに、海外に行った時は片言でも現地の言葉を思い切って喋ってみよう。気持ちを伝えようと頑張る姿はきっと相手もハッピーにするよ。ぶっちゃけその国の言葉はこんにちは、おいしい、ありがとう、1個3つ言えればなんとかなるし。あ、でも確かにそうなのかも。あとは身振りも手振りも、かわいい、言い回しかわいい、身振り手振りで乗り切るのだ。あー、終わってしまった。もっとチャイムが来やがったね。お主たちとはしばしの別れ。それじゃアディオス、バイバイ、 See you next time。 あー楽しい、この先生も好き。あー、なんかすごい授業好きになっちゃうな、楽しいな。もう一回受けてもいい？あの、二つ受けたら一応全部受けたみたいな感じになるんだよね。これでももしかしたら3とか4とかもね、物語の進み具合で受けれるようになるかもしれないけれども、今のところ言語学もう一回受けさせてください。言語かわいい。あー、楽しいな。次は何だろう。なんかこうパルデアの言葉みたいな感じではなかったね。親愛なるお主たち、ご機嫌は最高であろうか。政治の言語レッスン準備は Are you ready? はいかイエスで答えてね。 Are you ready? だからイエスの方がいいかな。どうだろう。グッド。前のレッスンではいろんな国のありがとうを教えたいね。 Today は海外で使うと喜ばれるあの言葉をテーマに誠実レッスンしちゃおうかな。なんだろう。それでは行くよ。デリシャス、ハオチーボーノー。こんにちは、おいしい、ありがとうの3つが言えればって言ってたし、ボーノとかデリシャスとかっておいしいだと思うから、ハオチーちゃんと知らないけれども、これは多分おいしいだと思う。おう、超ベリベリ大正解だね、さすがメイ。デリシャス、ハオチーボーノー、これ全部おいしいって意味。市場やレストランで現地のおいしいを使うと、お店の人もにっこりスマイル、コミュニケーションがわんさかはかどるんだな。海外の人が自分の国の食べ物を褒めてくれると誰だってハッピーだもんね。突然ですが、政治のワンポイントアドバイス。コミュニケーションの第一歩は相手を褒めることだよ。そうね、それは大事かもしれない。褒められて嫌な気持ちになる人は少なかろうもんね。これって他の国の人に限らず、お主たち同士でも同じこと、このクラスの中でもできることだよ。試しにレッスン後にみんなでお互いを褒め合ってみたら、クラスのはもっとフレンドリーだね。それじゃあネクストレッスンでアディオス、バイバーイ。終わっちゃったー。いやー、この人の授業素敵だなー。
覚えたことは美味しいとありがとうでだけではあったけれども、でもこれでちょっと喋れるようになりたいみたいな気持ちになるのは大事だよねとか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 、そんなことを思いながら、でも私のね目的であったこうちょっとアイテムがねあったりとかということはなかったね、なかったね。これでこう何かジムにさチャレンジするのにちょっと有利になったりとかって思ってたんだけれども、思ってたんだけれどもそうでもなかった、困った困っちゃったな、どうしようかな。だけどテーブルタウンってテーブルタウンって意外とさそんなにゆっくり探索ができていないような気がするので、もうちょっとテーブルタウン、テーブルシティ、ちょっと分かってないけれども、ちょっとさもしかしてアイテム買えるねものとかを増えてたりとかもするかもしれないから、ちょっとだけ探索させていただいてもよろしいかしら。エントランスホールは何だろう。学校のエントランスホールは本棚の本が読み放題、本好きにはたまらないの。ここは入れる、ここは入れない。もうなんかめっちゃ光ってるね。ここ何、なんかいけそう。ほら、行ってないとこいっぱいあるんだよ、きっと。ここ、登れるけど、さすがにそこ飛んだりはできなさそうな。でもなんでここ登れるようになってるの？向こうにチルットがいる。これ、いける？これさ、これ今宙に浮いてない？浮いてるよね。うわー、浮いてるんだけど、ちょっと、事件なんだけど。空飛ぶ少女メイ爆誕しちゃったんだけど、大丈夫かしら。こっちの人、行っていいってことだよね。でも、ちょっと危ない。上まで戻ろうか。でもここがさこうなってて、ね、向こうのなんかチルッとがいて、でここを受けるから行っていいってことだと思ったんだけど、違うみたい。喋りかけれるとかっていうこと？でもちょっとここからはできないから、危ない、落ちる。こっち、ここからだったら話しかけられる。あ、君も、喋れる、喋れそう。喋れない。やーん、やーん、ボタンを押しても反応しないから、あーん、喋れる感じなのに、なんだろう、何かお話が進んで状況が変わるとかっていうタイプのことなのかしら、どうかしら。で、これは拾っていきましょう。これ。チャームボイス手に入れまして、ここはケイコウが泳いでる。ここにももしかしたらバトルできるのかなとかちょっと思いながら、まあ、よしとして、あなた方は、かくれんぼだ、負けないぞ、そう来なくっちゃ、かわいい。寝てたら、寝てる姿、なんだろう、聞いてみよう。野生のポケモンが寝てたらチャンス、不意をついて先手が取れる。寝てる姿。ポケモンが寝てる姿を見ると写真撮影止まらなくなっちゃう。そう、写真撮影はね、始めたら全然終わんなくなっちゃうんだよ。走るしね、みんなね。子供って大変だ。校長先生、この人は新しい校長先生。新しいということは最近変わったのかな。クラベルさんでしたっけ？1年半くらい前に就任なさったのよね。これ、この感じさ、なんかこう、ちょっと前の校長先生と何かあったのかなーとか、なんかちょっといろいろ考えてしまう。ただの、この人はおしゃべり。ポケモンだもん。ポケモンなの、あなた。あなたポケモンにはちょっと見えないけれども、メタモンの可能性がある。こっちはあなたは生徒会長の、生徒会長のネモちゃん、いい子やね。すれ違うとき、いつも挨拶してくれるの。ネモさん、いい人なんだよ。ちょっとバトル大好きな人だではあるけれどもね。あ、こっちの人たちは、また、俺、ププリン。
ポケモンごっこー、あなたポプリンがいいよね。でもね、ボールとかじゃなくてよかった。彼はピピ人形を手に入れました。綺麗な景色に、綺麗な景色に出会ったらカメラアプリで写真を撮ってみな。ここからの景色いいよね。確かに。とか思いながら、今はちょっとカメラアプリがいつまでもできてしまうからいいとして、こっち進むと、ここは初めて来たところ、みずみずしいの、ほっとするわ。ここは出来たてをどうぞはクレープ、こっちはアイスかな。喉越し爽やかなのもあって、向こう側は、向こう側もいけるね。あーすごい、ここからの方がより一層いい景色かもしれない。素敵。で、この辺りはでも別にアイテムとかないかな。ね、この突き当たりとかね、探したくなっちゃうね。でも何もなかったので、ぐるりと回っていきましょう。さて、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではまたねー。